あゆみさんは東京マイムカレッジで活躍されている。シリアスからコメディーまで何でもござれの若手パントマイミストです。今回の作品の舞台はとあるカンフー映画の撮影現場。パッとしない一人の役者がマネージャーに付き添われて殴られ役として仕事を受けるところからお話は始まります。テイク1、殴られた挙句にビルから落ちる。ギャー、おや、落ちたところでむむむ、様子がおかしいぞ。うわ、ジジイになっちゃった。慌ててマネージャーと控え室へ。マネージャーが取り出したのは注射器。これから何が起こるのか。水拳はパントマイミスト歩みのスピードと技術が光るカンフー映画を題材にした報復絶倒のアクションコメディ作品です。では歩みさんの水拳でしたが、かなりね、大爆笑大爆笑だったと思うんですけど、面白かったですね。あれは面白かったですね。ものすごい動いてましたね。動いてましたね。もうあんなに動いたらパニックで何が何だか分かんないです、自分だったら、昆虫か爬虫類か、なんかね、人ではないようなその感じがします。あゆみさんしかできひんなみたいな感じでしたけど、そうですね、そこまで動いて見失わないっていうのは本当に、毎回動きにね、キレがあるというか、こうカチッカチッとこう切り替えが早いっていうか、そこが持ち味というかいいところですね。だから一人でこう何役もやっても一つ一つのキャラがもう全部こう際立って立ってるから、見てる方もあ誰誰だ、あこれ変わった、あこれ変わったとか言うから、もう何人出てきてもちゃんと見分けがつくから、まあ、見てて分かりやすいね。でそこになおかつスピード感があるっていうところでこう飽きさせないというかね。そうですね。でも多分我々がやると15分ぐらいかかっちゃうのをカチッと10分でこうポン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 回していくから、まあ、テンポがいいっていうのかな。その辺でスピード感があるっていう。なんかまあパントマイムっていうと喋らないから説明っぽくやっちゃうとちょっと長くなっちゃうとゆっくりしちゃうとか、ところがもう説明もいらずにそのままバン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 変わっていくっていうところ、まあ間延びしないっていうことですね。まあ、そこがね、まあ、技術といえば技術だし、ちゃんとそれが伝えられるところはやっぱりすごいところ、でストーリーもしっかりしてる。まあ、確かに楽しい作品ですね。やっぱ見てると派手なんですよね。こうまあ本あゆみさん的に、いやね、やっぱ 何役もって二役ものってあのキャラクターが切り替わるのをパントマイムで二役ものって言ってますけど、それの二役ものでももうその一作品の中で何役も出てきて、であのそのコメディの掛け合いをその一人で演じ分けするしてっていう展開の話がいつも好きだから、でそういうのはやっぱり見ててあのちょっと話展開追うのが大変な時もあるんですけど、なんかやっぱりポン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 ってあのとにかくなんか派手っていうか、で見応えがある感じがするからやっぱファンが多いですよね。うちはね、そうですね、なんか、まあ見事に演じ分けてましたわね。7、8役ぐらい入ったよね。そうでしたね。ものすごい量でしたね。まあ頑張ってね、見てて面白かったよね。でテンポの展開というかポンポンというか、面白かったしね。あでもなんかちょっとここだけの、ここだけって見てる人だけですからね。もうお得でね。私あのゲネで見た時に初めちょっとあの入りがちょっと分かんなかった、場面設定が。でそれはあれなんですよね、あの一番初めに人混みの音が入ってて、で水拳って衰える拳ってタイトルだけど、なんかあの格闘ものなんだ、まあ純粋に格闘もので師弟関係のもなんかなみたいなふうに思っちゃって、で映画監督が初めに出てきた時にあれ私ローシかなと思っちゃって、でちょっとあの見てるとどうもあ違うなと思って、で展開を途中から分かったんですけど、ちょっとあの頭の中であのガチンコさせるのにちょっと初見の時はちょっと時間かかった。であの時は音が冒頭のガヤガヤガヤって音がまたなんかそ
なんか 駅のホームっぽかったんだよな、元が。うん、だからあれ永井さんがない方がいいって言いましたよね。でやっぱ、うん、ね、うん、で亡くなってからは駅のホームじゃなくて撮影所っていうのが一発目だったり、うん、音も大事ですね、やっぱね。大事なんですね。そっか。ちなみにあの借金とカチンコは私が作ったんですけど、うん、あ、そうなんですか、うん、カチンコの音は難しかったね。ないんですか。あるけど、あの頭の中にあるカチンコの音のイメージと、はい、実際の音って全然違うのよ。ああ、そうなんですね。しょぼいのよ、実際。あ、しょぼいんですか。カチンコって、うん、で、まあ、要はカチンコってあの音が出ればいいだけの話なんですよね。あの昔からの映像と音声を合わせるためだけの合図のものでしかないから、だからそれこそあの合板で薄っぺらいあのベニヤ使ってっていうのは昔はそんなもんだったからね。ああ、そうなんですね。あのパントマイムで、うん、基本 無言無音じゃないですか、パントマイムっていうのは、うん、で それであの空間だったりとか、あのあ音当ててないけど音出してるように見えるのにやっぱり感動したりもするんですけど、でもあえてそのやっぱり見る人が話見失わないように補助的に入れたりする時もあるし、音をあえてあの客室的に音を効果音を入れることによってコメディ要素を強くして見せるとかもあると思うんですけど、音パントマイムで音ってどうですか、必要。基本は自分の考え方はね、基本は音はなしが大前提かな、自分はね。あのちょっとね、あのここだけの話だけ、またここだけの話だけ。あのね、どうもね、音に頼る人が多いのよ。あ、それわかります。わかる。邪魔なんだよね、マイナスなんだよ音は。あのそれこそ今駆け込みちゃん言ってたけど、あのない方が音を聞こえてくるっていうのがすごく多いから、あえて使うっていうのにすごくね、あのポリシー持ってもらわないと、だったらどこまで音を入れていいかってもう全部入れなきゃいけなくなっちゃうから、すっごく意味を持たせないと、意識を持たないとほとんど邪魔をすることが多いですね。永井さん音響のプロですから音は大事にされてるのかなって思う。大事ですよ。でパントマイムはあのないっていうのが十分音なのね。あ、無音っていうのはすごい音だから、それをもっと大事にしてほしいかな。ついね、初心者音に頼ってしまうっていうか。そうですね、まあこれはやる側が未熟なのかもしれないですけど、音があると乗っちゃうんですよね、やっぱりやってる側として。だからその何でしょうね、その音はできるだけ大きい方がその演者としてもちょっと気分が入りやすいとか、音はなくてその乗るのが一番いいんでしょうけど、やっぱり自分をこう鼓舞するための音みたいなのはあるかもしれないです。で音楽っていうんですかね。そうですね、効果音と音楽とはまた違う、また違うと思うんですけれども、ね、やっぱり効果音にもやっぱりあまり頼ってほしくない。まあ、先ほどのカチンコの音もカチンコですけど、それも無音の中で聞かせたい本当は、まあ、あとは本人がどういう風に作ってるかにもよるんだけどね、まあ、あの薬打って変化するのはあそこは彼女はあえてこうバカバカしいのを表現するためにあえて作ってるから、まあ、だからそれはそれでいいと思うし、多分カチンコはあのこの世界、現実の世界と映画の世界のあれの狭間を作りたかったからだとは思うんだけど、まああの辺がギリギリかな。カチンコは本当はなくてもいいような気もしないでもないんだけど、理想な感じはしますよね。多分ね、作品としては音はなくても十分演じきれるだけの技術はあるし、でただ音を入れると見てる方の人たちが分かりやすいかなっていう、ちょっと親切なところ。 あなるほどねみたいな、あ映画なんだ、カチンとかいう音がすると、あ映画の撮影なんだねとか言って大体分かりやすくなる。初めてそこで気づく人もいるんで、
まあ、ある意味親切で入れてるみたいなね。だからもう字が書いてあってルビが振ってあるみたいなね、ルビが振ってあるから、じゃあその文章がいい形しますね。その文章が上にもなれないし下がりもない、ただルビが振ってあるだけっていう、そういう意味でまあちょっと親切でルビ振りました、まあ、音ちょっと足しました、まあ、足したから作品が上がったりも下がったりもねしないんですけど、まあ、なしでもさらにそれを鋭くいくんだやれば、まあ、なしでもいいかなっていう感じかな。まあ、ちょうどね、あの立ち終わった後にすぐ映画のイメージの曲が入ってるから、うん、それもあるからね。ただやっぱりお客さんを意識したんではないかなとは想像するけど、やっぱちゃんの分かりやすさ、分かりやすさのサービスですね。分かんなかったらね、もうそうですね、そうお客さん置いてけぼりっていうのはやっぱりちょっと、うん、どうなんでしょうかね、うん、なんか全然あゆみの話じゃなくなっちゃったけど、本当だ、うん、でもね、あのそこがね、うん、線引きが難しいところで、うん、逆に言うと、いやそこまで見てる俺たちをバカにするなよって言った時もあるから、そこまで分かりやすくしてくんなかった、もう分かるから、分かるからいいからって、まあ、そう逆に余白もっと残してくれよと、うん、俺に想像好きなようにさせてくれよっていう時もあるから、うん、ありますね、うん、その辺のあれが難しいよね。難しいですよね。で自分で一人で判断するのってそこが難しいところで、うーん、どうなんでしょうね、どこまでこう親切にしたらいいのかと、ねえ、ずっと悩み続けるパントマイミスト共通の悩みっていう、共通の悩み、まあ、そうですよね。大概面白いことって難しいことですからね、そうと思うんだけど、ね、まあ、これで個人の、うん、まあ、主観ですけど、まあ、多分ね、それもそれで文化だと思うんですよ。逆に音がバンバン入ってる、すごく入ってるパントマイムっていうのもあっていいと思う。効果音と動きだけ、多分それはそれでそういう文化というか、そういうパントマイムも、まあ、ジャンルとして確立するかどうかは分かんないけど、多分そういうのもあっていいかな。もう逆にそういうのに特化したら、それは特化したで、多分それはそれでいい作品になるっていうふうに思うし、じゃあないならないで、まあ、要はこちらがどうなんですか。要は油絵がいいか 水墨画がいいかっていう話になった時に、どっちもいいでしょっていう話であって、 あえて水墨画にここに赤色があったらなという野暮なことをですね、我々はある意味言ってるわけですよ。ああなるほど、ね、で線引きはどっちって言った時に、じゃあ水墨画と油絵の中間地点のがいい絵かとかっていうと、もうそうじゃなくて、もうどっかに特化してればそれでいいんじゃないですかっていう話です。まあ、中間の絵だったとしてもね、まあ、それはその人のオリジナリティであれば、もうとにかくね、全然関係ないですもんね。だから我々パントマイムっていうと、もう音を削りました、うん、いろんなものを削ってます、背景も削りました、うんうん、もう物も削ってます、と、いうことで、もう極限的に短くなってるとか小さくなってる、ある意味言葉で言うと、まあ文章で言うと俳句みたいなもんで、五七五の31文字の中にどんだけつぎ込めますか、といったところで、これは文字が短いから評価が低いっていうわけじゃなくて、その洗練されたところでどれだけ表現できるかっていうところでいいところが、たったその中に実はそれ以上の背景が読まれてるというか隠されてる作者の思いがある、そこがパントマイムと一緒じゃないかなというところもあるし、で最近の物語っていうかね、文章だとライトノベルとかっていうのは、自分の思った気持ちとかひたすらずっと書いてある、ね、それこそ先ほど言ったね、そんなの分かってるよ、いちいち説明されなくてもいいんだ、逆にそういうふうに思ってるっていうのを我々に想像させてくれよっていう思いもある、でも逆にその心情が全部伝わるからいいっていうふうに言う人もいるんで、まあ、そこは文化の違いじゃないかなっていうふうには思いますね。俳句とか短歌とか分かる人と分かんない人がいますよね、やっぱりね、だからね、そうか、読まれてるその真意まで汲み取れる人と汲み取れない人って、やっぱりパントマイムにも通じるんですかね。まあ、パントマイム好きな人は本が好きでしょう。行間を読み取るのが好きというか、あのさっきそのこんちゃん言ってたけど、音をいっぱい使うっていうのはね、インドネシアのパントマイムの人はほとんどそうなの。ずっと効果音、ね、あの朝起きました、ジョコ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 、キュッ、カシッ、キュッ、カシ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 、ガオガホーラ、ベー、全部音が、もうね、疲れる、見てて。疲れるんだ、説明
うん、それじゃあ、なんで黙ってんのと、あ、喋っちゃえばって思っちゃう。確かに、うん、そうですね。あれの文化がわからないのね。あのね、本当にね、あのアニメ見てるのと同じっていうか、はい、あのアニメはアニメで面白さはあるんだけど、うん、別にアニメの面白さではないのね、その監督やり方は、うん、どこからこんな文化が生まれたんだろうって、インドネシアの監督なんだろうね。なんか耳聴覚の感覚の方が発達してるんですか、あっちの方の人は。なんか視覚的に想像なんだけど、はい、向こうの、 あのインドネシアの伝統芸能は基本的に音楽が全部ついて、うん、あの曲に合わせて動くとか、うん、あの芝居とかも、うん、あの舞踏だけじゃなくて、うん、ラーマイナーとかああいう劇にしてもずっと曲が入ってるから、うん、無音でやるのが怖いのかなっていう気はする。無音なりしてなんか見てる人も無音だとなんか集中できないんじゃないのかもしれないけどね。そんな集中できない環境になっていくかもしれないですよね。まあですね、音の習慣っていうのは、まあ、国民性も結構強いですよ ね、 やっぱね。ただね、あのイタリアのね、あのコメディデラルテの人に自分のソロを一回見てもらったんだけど、その時にはね、すごい絶賛されたというか、ヨーロッパにはないお前のパントマイムは、ヨーロッパにないし、でまあ当然芸術を知ってる方だから、あの日本のね五七五、ああいうそういう文化も知ってて、日本はあのマイナスの文化、あのこうそぎ落としている文化っていうのをすごいよくご存知の方だったから、お前のやってるパントマイムはあの西洋にはないから面白いな、すごい言ってもらって、独自のそのやり方はどんどんやるべきだって言われたので、なんでこれをメモもらってサインもらっておくんだろうって、あ、こんな人のすごい言葉をいただいてって思ったけど、本当それ誰だろう、誰かからも、ね、同じことを飲んでる席でちょっと言ってたんだけどね、はい、小島屋さん忘れちゃったけど、やっぱり日本のパントマイムある程度ね、独自でこう、やっぱり言ってる感はあるみたいよ。ガラパゴスなんじゃないですか、やっぱり。ガラパゴス携帯と一緒。そうなんですか、何か閉鎖されたからこそ、その中で。独自の発達をする。やっぱりあの独特の世界には行ってるっぽいよ。まあ、ただのパントマイムじゃないわけですね。そう見ると、やっぱり、まだまだ外国のパントマイムにとって白塗りしてる人が多かったりもするし、なんかやっぱりで日本のパントマイムってみんな人めちゃくちゃじゃない、めちゃくちゃとか人それぞれ、それぞれもういい意味で独自のこう、うん、だから結構日本で良かったなと自分は思うけどね、こう囚われずに面白い世界を。でそのパントマイムが発祥したのは多分ヨーロッパが一番最初なんでしょ、現代パントマイムがね。となるともうそこができちゃったから、そこから外れられないみたいなっていうところがあるんじゃないかな。例えばシェイクスピアの劇やるにしても、英語圏の人はセリフ一つも変えられないわけですよ、もうすでにあるから。そうすると日本に来ると翻訳っていうのが一つ入るんで、実は現代語訳にしても好きなように東北弁なりもう何でも変えられるわけですよ。そうするとヨーロッパの人から見ると、あ、そうやって自由に変えれるっていいなってとか、我々はシェイクスピアやるとなるともう何も変えられない、セリフは一切変えられない、400年も前の話です。400年も前の言葉で現代の人に伝わりますか。そうすると非英語圏の人たちがいいなというふうになるかもしれない。となるとある意味シェイクスピアの劇が発展するとしたら、ヨーロッパではなくて日本とか非英語圏でいいシェイクスピアの劇がずっと残っていくかもしれない。生まれ変わっていく。そうそう、多分そういう、うん、そうなるとパントマイムも発祥したところだから、うん、といってこの文化から抜けちょっと外れようと思うと、もうそれパントマイムじゃないよっていう文化があると、あ、もうなかなか外れられない、うん、日本はいや何でもありでしょ、うん、というかいいとこ取りして、うん、じゃあ喋りましょう、うん、じゃあ白塗りやめましょう、うんうん、こういう服を着ましょう、こういう動きもやりましょう、道具も使っちゃいましょう、何でもありだよね、ある意味知らないから何でもできる、何でもあとはそれが受け入れられるかどうかというところで、ある意味何も知らないから受け入れられてるのかな、でそこで各々こっちの方に進化したりこっちの方に進化したりっていうふうに多分なってるんじゃないかなっていうことで、まあね、あまり他のところを知らないので文化的にどうとかっていうのはないとは思うんですけど、ただ日本でも東京、
大阪、京都、おのおのやはり文化が違うと思います。そうすると東京で発達したパントマイム、大阪で発達したパントマイム、多分違うと思うね。多分そこはそこでね、楽しいんじゃないかなっていうふうに思うね。だって違うもんね、笑いの文化が違うもんね。そうですよね、コテコテの文化と全然違いますね。大阪と東京と違うし、東北と違うしね。そう、さっきね、音の話が出ましたけど、東京の演劇を見ると音はね控えめ、大阪に行くと光と、まあ、光っていうか映像ね、映像と音が嫌っていうほど入るんです。これでもかっていうぐらいは、逆にそんだけやってるから音と光の使い方が非常にうまい。うまいですよね、本当に。東京の方に来たらもう全然ですよ。となるとやはりそういった文化のところで生まれてたものはそれなりの進化を遂げてると。で我々っていうか東京の方はまだ光と音の揉まれてないから、大阪にはちょっと劣ってるところ、まずそこまで行ってないところがある。いつか逆転するかもしれないし、ただじゃあそこはそこでどういう文化で発達していきますかというところで、別にどっちでもいいんです。多分両方ともいいものができる、ただちょっと違うよっていう国柄が出てくるっていうことですね。たまたまそこに生まれた、やっぱりたまたまがすごいものを生み出していくっていうことなんですかね。だってこの TMC のね、東京マイムカレッジの中でも当然僕がやるパントマイムとマサ君がやるパントマイムは色が違うわけです。まあ近いかもしれないけど、まあ、違う。ではじゃあどっちがいいのっていう話になった時に、やはりそれは区別はできない。いやこういう色はこれでいいよね、あこんちゃんのやるパントマイムはこれでいいよね、マサ君はマサ君で、あやっぱ良さがあるよねっていうので、あやはりあゆみんがやるね、あゆみちゃんがやるパントマイムも、あこのスピード感があっていいよねっていうところでね、いいんじゃないかな。今度はあゆみ韓国で、この子やるみたいですね、ライブやるみたいなんですけれども、もうぜひそこでも通用したいね。向こうのその文化にちょっとこう合わせに行くのか、それともこう日本でやったまんまで行くのかっていうのがすごい気になるんですよ。韓国と日本も違いますかね、お隣なんですけど、あの韓国公演見られた掛久美さんなんかどうでしたか。特にほら違いましたか、あちらのマイムと。あ韓国違いますよ。あ、はい、違うって言っても、この間見た韓国公演の方々は結構近かったですけどね。近い、まあ、自分はあの韓国のフェスに出演したからね、分かるけど、まあ韓国のパントマイムの感覚はまだまだあの小島屋さんたちが一生懸命こう気づいてきたけど、うん、お芝居系の人たちがすごく多いですかね。でちゃんとして、テクニックをそれを教われないらしいですよ。教える人がいない、こういうような TMC みたいな場所がないんだって。うーん、時々ワークショップがある程度で、どうやって学ばれて、独学、うん、でもなんか YouTube 見てとか、あ、YouTube 先生、うん、なんか羨ましいと言ってましたけど、この学べる環境がいつでもあるっていうのがやっぱ羨ましいとはおっしゃってましたけど、うん、そうね、言ってたね。作品見てたらやっぱハングリー精神はね、向こうの方が上ですよね。その独学でやんないといけないから、本当に好きじゃないと続けられないし、本当に熱意がないと作品に仕上げられないから、やっぱ作品の持ってる熱量的なものはね、やっぱりなんかちょっと見習わないといけないなと思いましたけどね。自分がやったフェスのやつもなんか向こうの図書館がなんか DVD が収められてて、それを見たとかいう人もいる、それぐらいないからすごい飢えてる。もうテキストになっちゃうわけですか、向こうで少し何かすると。あとはあれだよね、あのやっぱり内容によっては国が違うと選ばなきゃいけないものも出てきたりするので、怖いですね、それは。知らないでやっちゃって、だからこの前のフェスの時はあのドラえもんやるつもりで行ったら、はい、韓国ってさ、ドラえもんは偽物なんだよね。あ、中国じゃなくて、それはとんちゃもんだっけな、ああっていうのがあって、ああ日本がドラえもんを真似したっていう。そうなんですか。それは嘘だ。藤子先生に謝る。あ、そうですよね。で、あと大人はほとんどまずドラえもん、とんちゃもんすらも知らない。へえ。日本はね、大人も子供もまずはドラえもん知ってるけど、はい、向こう行ったら
トンちゃんもドラえもんはっていう人ばっかりで、あこれやっても意味わからないやと思って急遽向こうでネタやめて差し替えて、うわあ何しようそういうことなの、ね、知ってる文化がっていうか底辺が違うから基礎が違うから、うん、これがあるからパロディーができるんだけどこれがないからパロディーができないっていう、うん、もう成立しなかったね。そうか、これがあるっていうのもやっぱ大事なんですかね。パントマイムをやる上でお客さんのことを考えて、ここまではもうみんな分かってるよねっていうところから始める。まあ当然そういうことでしょう、うん、日本でしか通じない文化もあるし、うん、逆にここでも一緒ですよ、うん、高校生以下には通じないっていうのもあるし、お年寄りには通じないっていうのもあるから、うん、年齢層によってやはりこう見せ方というかその辺は変えていかなきゃいけないんじゃないかなっていう、うん、だってインターネットでさ、あの電車のシーンとかさ、あんまり電車発展してないからさ、あっちですか、ああ鉄道がない、鉄道がないね、長距離列車しかないから、まあ、あの最近ね映画でなんとなくはイメージもあるかもしれないけど、生活としてこう染み付いていないので、あとエレベーター、バリなんてエレベーターある場所なんかね、デパート何軒くらいしかないし、だからあんまりはね、じゃあ我々はこう満員電車でとか言って何やってるのかよくわからない、わかんない可能性あるよね。あしかも満員電車も日本の、そう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 、日本そうですよ ね、 ね、だからやっぱりね、そういう意味では場所変わると、常識が変わる、うん、そうですよね、あのね、うなずきとこれ違うっていうのと同じでね、そっか、パントマイムは全国共通って思ってたんですけど、そうでもない、全世界、全世界共通に通じるものかといえば、そうね、だってでもない、いやでもね、言葉は通じないっていうと完璧にダメですけど、うん、はい、言葉は通じないけど身振り動作だったら伝わるよっていうところがあるから、そういう意味で言うと、まあ、マイムっていうのはそれよりは伝わりやすいかなっていう気がする、うん、だから韓国語でお芝居やられてもよくわかりませんっていう感じなんですが、韓国の人が手品をやっても我々は十分楽しめるわけですよ、セリフがないから、うん、となるとあゆみが韓国に行っても当然言葉はないわけだから、言葉の障害っていうか言葉の壁はとりあえずないから、あじゃあ日本のそれ で、まあ、文化的にああこういう風だなっていうのを、まあ、どこまで韓国の文化っていうのを勉強して、これは多分通じないだろうとか、これだったら伝わるっていうのを、まあ、若干ね韓国バージョンにアレンジして、まあ、味付け変えるようなもんですよね、なるほどね、うん、ちょっとね韓国のごま油かなんかかけてもらってね、ね、うん、水源にね。10日間だって何日やって？10日間って何言ってましたね。連続って言ってましたね。すごいね。すごいですね。すごいですよね。やるって言われてやるっていうところがね。奥田さんとかじゃん。はい、そう。まあぜひね頑張ってほしいです。頑張ってほしいですね。頑張ってほしいですね。あゆみさんにはね。毎日食べないのか。10日間食べ続けたら。飽きるかな、はい、ね、太って帰ってくるか、あのね痩せ方がちょっと丸ぽちゃっとして帰ってくるか、誰あんたみたいなことになるかもしれないですけどね。というわけで今回はライフは28について熱く熱く語っていただきましてありがとうございました。皆さんいかがだったでしょうか。ではまさくんいかがでしたか。そうですね、こうやってね、うん、こう公に喋ってその作品を語るっていうことがあまりないので、うん、すごい貴重な機会でしたし、とても楽しかったです。あ、よかったです。またやりましょう。やりたいですね。はい。はい、ではではでは、こんちゃんいかがでしたか。そうだね、こうやってね、皆さんと話すと、やっぱりパントマイムっていいなっていうのね、改めてね、認識したかなっていう気がしますね。日本の良さを感じるときは、外国に行ったとき、初めて日本を離れたときに、ああ、やはり日本っていいなっていうことが多分分かれてるね、よく聞きますよね。それと一緒で、パントマイムっていうと、物を使いません。セリフも一切排除します。そうすると物の大切さ、セリフの大切さっていうのが逆によくわかるということで、我々はこう多分ね、いろいろなものを排除してるんだけど、その分だけその価値がどんだけ大切だったかなっていうのがわかるということで、まあ、改めてね、今日みんなと話して全体やっぱりパントマイムのいいところ、まあ、改めて認識したかなっていう気がします。ありがとうございます。そうですね、いきましょう。では、皆さんいかがだったでしょうか。意外と良かったです。意外と良かったです。トーク企画ってすごい不安だった。あ、喋れない。
代からバンドマイムやってるのにね。そうそう、大丈夫ですよねって、ね、思ってたんですけど、意外と良かった、ね、意外と良かったですね、はい、意外とやってみたら喋れるもんだってみたいなね、喋りたかったんですけどね。まあ総括まとめて永井さんいかがですか。まとめられないので、いやいや締めてもらわない。いや、お酒なくても十分みんなと話こういうのができて楽しいですね。いつも打ち上げではね、よくこんな話はしますけど、お酒なくてちゃんとできて、やはり楽しかったなと思いますね、はい、ありがとうございます。また呼んでください。はい、ありがとうございました。はい、ではここで告知です。エンジェルちゃん、起きてる？はい、最後の告知、ワクワクマイム劇場5、3月26日日曜日、27日月曜日、シスターひろみこと細川ひろみソロパントマイム公演、4月14日金曜日、4月15日土曜日、次回ライパボリューム29は7月7、8、9です。会場はすべてスタジオエヴァ新大久保です。ぜひお越しください。はい、じゃあ本日はどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。